はい、じゃあ続いてちょっとネスバンドならではのちょっと演奏なんだ奏法解説コーナー的なことをちょっとやってみたいかと思います。まあ、あの3話音のプラスの1ノイズで演奏してるんで、まあ、いろんな当時の、ね、あのゲームの打ち込み技術とかあのいろんな工夫が見られるのを、解析しながら我々も真似してるって感じでいろんなことやってるんですけども、じゃあまず最初にご紹介するのがですねアルペジオの偶数奇数分けというのがございまして、じゃあちょっと、ね、あの最初にドラクエ3のアレフガルドの曲を物足りないバージョンっていうのをちょっと聞いてください。聞いていただいてどれぐらいの方が分かったかと分かんないですけども今のはあの、まあ、3チャンネルがメロディーを弾いて伴奏のアルペジオは2ちゃんの僕一人だったんですね。で、今のは言うなればピアノの鍵盤穴あのペダルを踏まないで演奏した状態に近いです。というのもあのピアノのペダルってあのなんだろう踏んでる間は鍵盤を離しても音が持続するんですね。というところであの、まあ、鍵盤あのピアノは鍵盤ペダルを踏むと、まあ、割と豊かな音が生まれるわけなんですけども電子楽器でそれを実現するのはその分だけ同時発音数が必要なんですね。あのちょっとファミコンから離れますけど、まあ、シンセとか電子ピアノとかよくスペックカタログスペック表とか見ると最大同時発音数64とか128とかあの見たことあるかと思うんですけども、ね、あの普通日本人間の指10本しかないから発音数なんて10本あればいいんじゃないのって思う方いるかもしれないんですけどもあれもペダル踏んだままあの演奏するとその分だけ音を食うんですね。だから同じことをはみ込んでやるためには、まあ、あの例えば今のこので録音あるから録音ポリフォニックである必要があると。だから数ハミぐらいの性能じゃなきゃあのペダル踏んだ効果本当はできないんですけども、それをなんとか3音でちょっと豊かにできないかっていう当時の工夫がですね、あってですね、まあ、メロディーは3チャンネルでもう1個すでに取られてるんでもう残りは2個しか残ってないと。でせめてじゃあ2音だけは前の音が残ってても持続あのそれに重ねるように弾いてあげようというようなあのテクニックを誰か知らないけど生み出した方がいるわけなんですね。でその2音をあの2音だけなら残せるって重ねるためには 1つのチャンネルじゃ実現できなくて、まあ、やっぱ2つのチャンネルが必要になるわけですね。で、まあ、もう本当パズルみたいなんですけども、それで前の音を残しつつ、次の音弾くためには交互に弾いていいんですね。あの1ちゃん2ちゃんが例えばこれ全部に例えば番号つけますか12345 6って分けると奇数の135を、これどっちだこの曲は1ちゃんか1チャンネルが1ってあの奇数を弾きます。で僕2チャンネルが偶数だけを弾くという感じのことをやるとちょっと豊かな音になるんですね。じゃあちょっとデモがてら、どうしようまず1ちゃんメロディーもなしで1ちゃんの奇数だけっていうのを弾いてそこに2ちゃんの偶数部分が混ざって最後メロディーの三角感も混ざるっていうのをしてやってみようかと思います。そんなでもないですけど、同じくドラクエ3の、まあ、人気曲である大空を飛ぶってあるじゃないですか。あれラーミアですね。あの曲も、まあ、メロディーが三角派で一ちゃんアルペジオなんですけど、あれも実は一ちゃん二ちゃん分かれてるわけなんですね。でちょっとそのデモを時々僕手離します。手離すときちょっと分かりやすいようにこんな感じするので、あの奇数と偶数分かれてるんだなっていうところちょっと注目していただければと思います。
慣れましたかね、この独特な。奇数の方が若干簡単なんですよね、あの表拍なので。裏拍の偶数はちょっと最初慣れるまでは難しいっていうのがありましたね。で、もう一つ、まあ、このネタ引っ張って、なんだろう、ゲーム中だとね、あの普通に聞いてる分じゃ多分この奇数偶数で分けられてるので多分誰も気づかないと思うんですけども、あのファミコンって効果音になるじゃないですか。効果音になると BGM そのチャンネルが消えると、あのなのでせっかくの名曲のスターソルジャーとかも連射の音でほとんど聞こえねえみたいな、あの素晴らしい伏線率が、あの聞こえないんですけども、そんな感じで、あのラーミアとかはね、多分飛んでる時って効果音鳴りようがないかな、あのゲームは。多分降りれる場所でボタンを押して降りるだけだし、降りれない場所だと多分ね、音なしでここでは降りられないって出ると思うんですよね。だから多分あのなんだ、効果音に裂かれて鳴らないっていうのを再現できないんですけども、多分ね、皆さんが経験してるゲームがあるんですよ、この奇数しか鳴らなくなる現象っていうのがですね、ゼルダの伝説の地下って言えばいいのかな、あの一人で弾くとって曲ですね。これも実はこのアルペジオがあのグスピスに分かれていて、あのゲームはですね、あの残りの体力が少なくなるとピンチになって、このこういうふうにこれが永遠と鳴り、もううるさいぐらいに鳴り続けて、まあ、これのおかげで一つのチャンネルが犠牲になってるわけですね。その犠牲になっているのが実は1チャンネルなんですよ、あのゲームは。で、先ほどのドラクエは1ちゃんが奇数で、これも豆知識ね、あと奇数がなんだ、1ちゃんが奇数で2ちゃんが偶数なんですけども、ゼルダは逆なんですね。2ちゃんが奇数、1ちゃんが偶数で、効果音が1ちゃんがやるんで、ちょっと分かんなくなってきた。2チャンネルの僕が奇数だけが残るんですね、効果音に取られるから、これがっていうのがまず一つと、まあ、あのゲームやった方だったらあるあるだと思うんですけども、あのゲーム、そのマップ、地下のマップ、このスクロールするじゃないですか、一面一面でスクロールしてる時だけ、効果音消えるんですよ。で、あのスクロールしてる時だけ BGM が一瞬復活してると、ちょっとそれを再現してみようかと思います。なのでゼルダの伝説の地下の曲で、途中からピンチになって、で途中でスクロールしてる時に偶数が復活してっていうようなことをちょっとやってみようと思います。偶数奇数アルペジオでした。じゃあ次がですね、ディレイ、疑似ディレイで、我々人間である場合は人力ディレイって言ってるんですけども、あのディレイ効果ってのはですね、簡単に言うと山彦ですね。まあなぜか不思議なもので、山彦みたいに音をちょっと遅らせて跳ね返らせるとちょっと音が豊かになるって、まあ不思議なもんなんですけども、じゃあ先ほど演奏したスノーマンの曲をちょっと題材にして、スノーマンの曲は2チャンネル、僕がメインメロディーを弾いて、1チャンネルがやまびこ成分を弾くんですけども、やまびこ成分は注目なんですけども、これがあの音をちょっと遅らせる、あの2チャンネルの音に対してちょっと遅らせて弾く、かつちょっと音量も下げるわけです。それでちょっとあの疑似ディレイっていうのが生まれます。じゃ あのスノーマンを最初ちょっとはディレイなし、ディレイ成分なし、2ちゃんと3ちゃんだけで弾いて、途中から1ちゃんのディレイが混ざるっていうのをやってみようと。それだけで、なんか、良かった感じがありますね。はい。1ちゃん、2ちゃんのネタは、こんなもんでしたっけ？こんなもんか。はい。じゃあ、次、3ちゃんのネタ、三角波ですね。まあ、三角波ね、割と地味と思われながら、ロックマンで開眼しました。はい。三角波っていうのは、まあ、先ほど聞いていただいた通り、割とベースとか、まあ、たまにメロディーとか、まあ、そういう音程のあるものを奏でることが多いんですけども、
これまたね当時の人すごくてですね、普通ドラム的なパーカッションパートって4ちゃんのノイズが任されてるんですけども、三角波をねちょっとグリッサンドっていうのブンって感じの音をこんな感じですね。これを三角波でやるとなんかいい感じに、そういい感じにあのドラムのな電子ドラムみたいなプンっていう音が鳴るわけですね。これをこれまたベースでもベースはベースで担当しなきゃいけないケースもあるわけだから、ベースの隙間時間本当に南部給付とかの隙間時間をもう無駄遣いしないようにこのタムと呼ばれるようなことを取り入れてるわけですね。じゃあちょっとまた物足りないバージョンから、ロックマン2のエアーマンの物足りないバージョン。ちょっと物足りないですね。はい、でじゃあ次はちょっとパーカッション的なところに注目いただいて、ベースですね、ベースの隙間時間、ちょっとタム的なものになっていて、ちょっと知ってください。これはね、もしかしたら動画を見ていただいた方もいるかもしれないですけど、去年このライブ会場ではなくて私 の自宅で真上からカメラで見下ろすっていう動画でこのロックマン2メドレーっていうのを撮ったんですけど、それはね結構見やすくできてるので、もしまだご覧になってない方がいればネスバンドとかで検索してみてください。で3ちゃんはそのじゃあ、最後は4ちゃんのネタをもうこれはね細竹さんに語っていただこう。僕が喋るより彼が喋った方が盛り上がると思うんで、じゃあちょっと任せましたヌーズは。で今回はわざわざこの配線が届かないので4ちゃんの MC 用にもう1台ファミコン用意して贅沢に使いたいですね。あそこにもう1台もうマイク使うだけのために置いてます。ここでファミ知識その2、まあ、その2かどうかわかんないけど、ファミコンの仕様ってカセット挿してないで電源入れるとマイク生きてないんですよ。だから何か挿してないとマイク機能しないわけですね。さてどうするか、この MC 用にファミコン使うとなって、かといって電源入れて曲が流れちゃ困るわけですね。さて皆さん、電源を入れても永遠曲が流れないゲームって思い浮かびますか？結構流れるんですね。初期のドンキーコングとかブルーブラザーとかもできない流れちゃうし、なんかデモとか流れちゃったりとかいろいろあるんですけども、まあ意外や意外、一番売れたスーパーマリオブラザーズ1ですね。あれ電源入れっぱなしでも音ならない。なので今ダミーでマリオ1が刺さってます。まあじゃああとは任せましたね。ではマイクいただきました4ちゃん細竹です。ではノイズを説明します。ノイズはまあおなじみな本当ゴワっていう聴周期と、あと短周期っていうちょっとキンキンした音の2種類に分かります。ちょっと試しに鳴らしてみます。これが聴周期です。これが聴周期の音です。で次に短周期やります。こういうキンキンしたノイズをなんか短周期ノイズになって、でファミコンはまあ聴周期をメインにして使われてるんですけど、まあ、例えばロックマンとかであればこういう短周期の音も使ってパーカッションの中に取り入れて、まあ、リズムとして形成させているという例があります。であともう一つ私担当しているのが、まあ、TPCM っていう、まあ、オーディオ部分でして、これはさっきマザーの曲の中でもドラムパートとして鳴らしてたんですけれど、ちょっとまた試しに鳴らしてみます。
な感じですね。だからファミコンも実際にノイズ以外にもこういった音が出せるので、まあ、特にリズムに関してはファミコンの後期タイトルとかに関してはこういうふうにドラムの音がかなり豪華になっているソフトが多いです。で、あとはまあ試しにちょっとノイズがどのように使われているのか、まあ、マザーとかで、あとマリオでも実際にリズムパートとして使いましたけど、まあ、やっぱりノイズって効果音として使われることがメインに回るので、ちょっと例をちょっと演奏してみたいなと思います。あ、じゃあ一回マイクを交換します。あ、もうこれでデモやってよ。左手のなんだっけ、ベロシティ、はい。なんか時々、細井さんってこの機材って16個四角が並んでて、それを叩いてるんですけども、動画とかでもね、たまに左手でなんか擦ってるの見えた方いるかと思うんですけど、じゃあその擦ってるのは何をやってるか。そうですね、擦ってるのはちょっと音量を変えてたりして、でただ鳴らしてるだけではなく、音量を変化させて、まあ、効果をつけるという使い方があります。こんな感じで左手で音量ボリュームを調整して、まあ、ノイズの音量を絞ったりしているんですね。なのでこういった減衰音を自分で、まあ、操作して、あ、効果音として使っ、まあ、鳴らしていることがあるので、まあ、そんな感じです。ちょっとその揺らしてる効果で使われて、実際にゲームで使われてるデモとして、ファミスタのねホームラン打った時の後の歓声ね、ガヤガヤっていう、あれが実はノイズを音量を上下させてるんですね。っていうのをちょっとやってみます。ボンボンって、あれも音が時間的にだんだん減衰しているのを、あれも左手でなぞってるわけですね。あとは、まあ、こういったノイズを上下させるといえば、まあ、波の音とかね、でよく使われて、まあ、波の音でノイズといえば、ネタゲーである空手家をちょっと例にちょっとやってみますかね。ノイズに注目です。ネタがあるかと思います。それは今後のライブとかでまた見つかったらやっていきたいと思います。じゃあ続きまして、いろんな曲メドレーっていうのをちょっとやってみようと思うんですけども、これまでネスバンドでね、何回か有名曲メドレーってやったんですけども、今回それを刷新してですね、池さんセレクションの、まあ、いろんな曲ごったりメドレーをやってみたいと思います。